山で数日だけオープンするプレミアムな野外レストランダイニングアウト八重山 with レクサスの関係者らが今日記者会見を開きました。八重山農林高校の緑地土木化プロジェクトチームが高校生環境活動全国大会で優秀賞を受賞しました。今日、足でペダルを漕ぐタイプの車椅子の試乗会が八重山高専園で行われました。こんばんは。2月13日水曜日、旧暦1月4日、ICT 八重山ナウです。それでは最初のニュースです。石垣島で数日だけオープンするプレミアムな野外レストランダイニングアウト八重山 with レクサスの関係者らが今日記者会見を開きました。ダイニングアウトとは、食を通してその土地の自然、伝統文化、歴史、地産物などからクリエイターの力により新たな価値を生み出す地域活性化プロジェクトで、株式会社博報堂 DY メディアパートナーズによって行われます。昨年の10月に第1弾として新潟県佐渡市で開催され、第2弾は沖縄県の元気プロジェクト助成事業の一環として、石垣島の於茂岳のふもとにあるジュマール楽園で森をバックにレストランがオープンします。チーフプロデューサーを務める大類智樹氏は、地域には宝が眠っているのに地元の人が気づいていないというギャップ、そのギャップを広告作りで培ったノウハウやクリエイターとの親密な関係を生かして解決できれば、もっと日本は面白くなるのではないかという思いがプロジェクトのきっかけになったことを説明。中山市長はプロジェクトについて、普段何気なく接している民謡、自然、文化、それぞれの素材が今回どのようにコラボレーションするのか楽しみですと話しました。今回ホストを務め、音楽は魂を浄化し、食は体を浄化するというのがモットーの小葉さんは、今回のテーマが八重山の文化の再発見、そして再発信となっていますが、30年ぶりに来て思いましたが、再発見どころか宝の山だと思いますと話し、料理を担当する下野シェフは、魅力ある石垣島をこれからいろいろ探り、今まで学んできたことを合わせて表現し、料理人、生産者で分かち合えたらと思いを語り、夜の部で音楽を担当する荒幸人さんは、ザ・プロフェッショナルという素晴らしい皆さんとともに、一夜限りという歌方な場所で歌えることに魅力を感じますと述べ、今回カクテルを担当する岡本バーテンダーは、今回のカクテルに関しては液体にこだわらず、今まで見たことのないようなカクテルになると思います、八重山に行きたくなる、来てよかったと思えるような仕事にしたいですと意気込みを語っていました。ダイニングアウト八重山は八重山調理師会などの全面協力のもと、3月15日から3月31日までの金曜日、土曜日、日曜日にオープンする予定で、昼の部、夜の部ともに予約制となっています。詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。